湯沢屋は、湯沢屋商事株式会社が運営する日本の手芸、工芸ホビー材料、雑貨店チェーンである。関東地方を中心に店舗を展開している。1955年10月、東京、鎌田にて、湯沢屋イト店として創業。野号は創業者、旗の借り元の妻の旧姓に由来する。イト、布地など服飾材料の格安販売に橋を発し、後に、 手芸関連として、工芸、園芸、文具、模型等のホビー材料などに、布地関連として、紳士服事や紳士、婦人服のイージーオーダーなどに販路が広がった。キャッチフレーズは、世界のホビーハウス。1963年11月に称号を、株式、2008年3月に、グループの関連7社を、九州合併し、湯沢屋商事株式会社となった。 関東地方のターミナル駅前に集中的に出店しており、赤、黒、ベージュ、白を効果的に使った看板により知名度がある。以前は独立ビル型の店舗が多かったが、2000年代以降は、フロア貸し切りによるテナント形態での出店、また、商品数をおよそ10万品目に絞り込んだ、マイスターバイユザワヤと呼ばれる小型店の出店を、 加速していたが、2012年秋に店舗名が、湯沢屋に統一された。また、店舗のほか通信販売や、カルチャースクール、湯沢屋芸術学院も展開している。友の買いカードがあり、購入金額に応じて割引がある。西蒲田の本社のほか栃木県栃木市に、通販事業部、物流センターがある。また、一般公募による、 創作作品展として、湯沢屋創作大賞展を毎年開催しているほか、コミックマーケットや日本ホビー、ショー等の大型イベントにも出展を行っている。湯沢屋の創業者、畑中里元は、1930年5月、愛知県甘郡市に生まれる。旧正中学校を卒業後に上京、日本橋の五福店に就職。しかし廃業により職を転々とする。 そして25歳で、蒲田に、湯沢屋や景糸店を創業。8年後には株式会社、湯沢屋を設立、同時に代表取締役社長就任。その後、東京都を中心に、関東をはじめとする日本各地に次々と店舗を展開し、湯沢屋を一大企業に押し上げた。2009年より代表取締役会長を務める。テレビ出演創作の羊時計のもの。 鎌田店5号館、鎌田店6号館、津田沼店創作の羊時計が有名で一部店舗に設置されていた。この羊時計は創業者により優しさと温かい心を伝える手作りの楽しさをテーマに企画された。毎時例文の時報と共に演奏されるメロディが来店客を楽しませていた。このメロディのテーマは創造の喜びとその愛を参加したもので、 小林亜生の作曲によるものである。2017年までは、蒲田店、津田沼店、神戸店の3店舗で稼働していたが、蒲田店のものは故障、津田沼店のものは撤去、神戸店のものが唯一の稼働物件だったが、年末に廃止したため、この時計の稼働物件は存在しない。出店店舗の詳細は公式サイト、店舗情報を参照。 2018年5月現在、関東地方を中心に、北海道、宮城県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、福岡県、熊本県の17都道府県に出展している。この内鎌田店が事実上の本店で、同店には5、6、7号館があり、取り扱い品目ごとに分散している。 畑たなかりもに関するカテゴリー、ありがとうございます。